汝揺るがざる巨漢の剣士我が元に。ここに記憶のかけらと祝福を与え、これはこれは皆様方、ようこそいらっしゃいました。これより先私が案内しますのは歴戦の猛者たちの集う場所。つきましては皆様の趣向に合わせてある企画を用意しております。言うなれば裏武術大会とでも。ルールは単純明快。今ここにいる皆様方に4人1組のこちらが用意した3つの競合。何？詳しいことは参加されればいかがでしょう。私どもでは早速ご案内。皆様お待ちかね、今宵4人の強者がノーマルバトルに挑みます。では早速チーム紹介です。東、青の挑戦者。西、対するは赤の組。では第1回戦張り切り。それでは両チーム武器を取って構えちゃってく。レディーファイト。行くよ。
もうしまいにしようか。これぞ勝利の美酒ってやつだな。試合終了。挑戦者ケビンチームの勝ち。さあ、ポッポと参りましょう。お次は2回戦。ここで改めてチームの紹介です。東、青の挑戦者、七王協会聖杯騎士団所属、ケビン神父以下4名のチーム。西、対するは赤の組、ふわふわもこもこラブリー軍団、チームザ羊。それでは両チーム武器レディーファイト。もう僕は逃げない。しようか。
今助けた。これぞ勝利の美酒ってやつだな。試合終了。挑戦者さあ、ついに最終戦です。果たして挑戦者チームは勝利することができ、それでは最後、東青の挑戦、西対するは赤の組、見食らう蛇所属。それでは両チレディーファイト。今助けた。今助けたぞ。
るの？じゃあね、僕のために。今助けたろ。Oh!
今助けたる。そら完了。ございます。いやはや皆様方には存分に楽しませても、これは私からのほんのささやかな気も、皆様方はハードバトルに挑戦する資格を獲得されました。参加するための証を見つけたらこの場所へお越しください。剣を持って己を語る者、ここに記憶のかけらと祝福を与えん。そうですか。
もうカルバードに帰ってしまわれるのですね。ああ、向こうの仲間に仕事を任せきりだからな。ま、これも永久遊撃士としての社会的責任というやつだ。できれば残っていただきたいところですが、そう言われては仕方ありません。それでご帰国はいつです？こうなると早いに越したことはないからな。できれば明日にでも立とうと思っているんだが、共和国行きのチケット1枚手配してもらえるかい？それは一向に構いませんが、キリカさんには挨拶されていかないんですか？いや、俺もそのつもりだったんだが、実は当の本人に釘を刺されちまってな。そんな暇があるなら早く共和国に帰れだとさ。そうでしたか。それは是非もありませんでしたね。まあいいとするさ。別にこれっきりというわけでもないしな。まあそれもそうですね。それにどうやらお二人には切っても切り離せないご縁があるようですし。ただの腐れ縁とも言うかな。さてと、名残惜しいですがそうも言ってられませんね。それでは早速チケットを手配しましょうか。おや、通信のようです。失礼。はい、こちら遊撃士協会グランセル支部。はいはい。ちょうど来ていらっしゃいますが、ジンさん。ん？どうしたんだ？共和国大使館のエルザ大使からご連絡です。何でもジンさんを温泉旅行に誘いたいとか。はあ？エルモ村か。久しぶりに訪れたが、やはり風情のある場所だ。そうね、ここは私たちの故郷にも似ているから。はあ、しかし本当に焦ったぜ。話を聞いた時はよもやエルザ大使と二人きりの旅行かと思ったからな。あら、ジン、残念そうね。なんなら私はここで引き返してもいいんだけど。あ、あのな、差し物俺も大使は対象外だ。第一、大使はお前にこそ用があるって話なんだろ。この程度の冗談で動揺するなんて相変わらずね。少しは気の利いた返し方ができないのかしら。相変わらず容赦がないな。リベールの遊撃士連中もよくついてこられてるもんだぜ。まあこんな態度はあなたにしかしてないから。って言われたら嬉しい？嬉しくない。あら、お二人さん、お待ちしてたわよ。どうも大使さん。お招きいただいて恐縮です。あら、ジンさん、落ち着かない様子だけど何かあったのかしら。大使さんの気のせいでは。なんといっても美女二人との温泉旅行、落ち着けるわけがないものね。おい、キリカ。そうね、私ももう少し若かったらジンさんのことを放っておかないんだけど。いい。冗談はさておき、
まず今夜は魔王女将自ら包丁を振るってくださるそうよ。堅苦しい話については食後の一服ついでということで。ああ、その考えには賛成だ。では行きましょう。要するに共和国に新たな情報機関ができるわけですか。ええ、通称ロックスミス機関。その名の通りロックスミス大統領の直属に置かれることとなるわ。ほう、大統領の。なるほど。つまり組織運用が議会に左右されないわけですね。その通り。決定を先送りにし、組織をフルに活用できない悪癖ともいえる体質、一部の特権者たちによる悪質かつ不透明な組織運用、そんな問題を抱える議会から権限を切り離したことが本組織の一番のポイントね。ふん、それは興味深い話ですな。確かにエレボニアの軍情報局やリベールの旧情報部に比べても従来の組織は見劣りしますからな。ええ、共和国は何につけても統制のなさがネックだから。ま、そこは移民を受け入れてきた国の差がとも言うべきかもしれませんな。しかし何より驚いたのはあの大統領が積極的に働きかけているってことですか。これまでの政策を見る限りてっきり保守派とばかり思っていたんですが。まあそれは現在置かれている共和国の情勢を考えるとうなずけるかもしれないわね。拡大を続けるエレボニア帝国、それに国内に潜伏する過激派絡みのテロリスト集団、挙句の果てに結社などという得体の知れない勢力まで現れた。もはやこうした情勢にただ指を加えて見てるだけにはいかないでしょうから。ええ、そうね。何にせよこれからの時代はより柔軟な対応が常に求められることは疑いないわ。と、ここまで話が長くなっちゃったけど、そろそろ話を本題に進めさせてもらうわよ。ああ、キリカに話があるってことですが。それで用意したポストは？え？さすがと言うべきかしら。大統領の直属にして国内外の情報収集と分析を一手に引き受ける情報機関。あなたにはぜひともその一員となって共和国のために働いてほしいの。それにあたってあなたには室長クラスのポストが用意されることになっている。これは大統領閣下自らのご意向よ。そう、しかしどうしてまた大使さんがそんな話を。本来こういうのは各地に出向いているスカウトの仕事なんだけど、ロックスミス氏とは随分昔からの馴染みでね、キリカさんのことは個人的に頼まれちゃったのよ。なるほど。私をスカウトする理由は？あら、そんなことをわざわざ私に言わせるつもり？もちろんタイト流の奥義開伝としての腕前も理由の一つではあるけど、それ以上に欲しいのはあなたがギルドの受付として示した卓越すべき情報処理と分析能力よ。それは新たな機関において何よりも必要とされる才能だわ。事情は分かったが、現役
の遊撃士を目の前にしてギルドの人員を引き抜きとはね。なかなかどうに言ったことをしてくれるじゃないですか。あなたほどの人なら立場にとらわれることなく仲立ちをしてくれると思ってね。でどうかしら、キリカさん、あなたの率直な感想が聞きたいのだけど。そうですね、興味深い話だとは思います。ですがやはり受ける理由はないかと。でも受けない理由もない、そうじゃなくて。それはさすがのあなたも少し戸惑ってるみたいね。まあじっくり一晩考えてもらえるかしら。そのためにこの旅館を取ったんだから。返事は明日聞かせてもらうわ。最良の決断を期待してるわよ。そうそう、最後にこれだけは言っておくわね。あなたのその才能はとてもギルドの受付に収まるものじゃないわよ。それじゃまた明日ね。早いわね、もう上がったの？おいおい、これが早いって？たっぷり1時間は使ってたと思うんだがな。そう。なんだよ、珍しく考え込んでるみたいだな。ええ、あと一押しがなくてね。そうか、龍河先生が亡くなってもう6年か。ずいぶん旅をしたらしいな。ええ、あちこちね。でも旅だなんてそんな格好のいいものじゃない。ただ大陸中を流れ流れてその片隅に引っかかっただけ。川を行く落ち葉がいいとこよ。それで前に言ってた答えとやらは見つかったのか？答えなんてものは今も見つからないわ。あえて言うなら結論のようなものは見出せたのかもしれない。結論？ねえジン、どうして私が直接戦うことのないギルドの受付になったと思う？そうだな、俺やバルターのようなアホどもと同じ道を歩きたくなかった。案外そんなところじゃないか。あなたたちがアホというのは確かに否定はしないけど。おい、そこは一応否定してくれよ。私はね、確かめたかったの。父が説いてくれた活人権の意味を、戦いを通して互いを高め合うというその理念を。確かにその理念は理想に近いのかもしれない。
でもそもそも戦いが前提なのはどうかと思ってしまった、うん、武人として生を全うすることの意義はわかる。その上で死が訪れても後悔がないのも理解できる。その考え方自体は私だって今も変わらないわ。でも父が亡くなってバルターがいなくなった時にふと思ったのよ。戦いを通さない活人の道、そんなのがあってもいいんじゃないかって。その答えを求めて大陸中を巡り歩いたわ。そして旅の途中でいくつもの争いや暴力を見ては自分の無力さを痛感した。そんな時に駆け込んだのがこのリベールのギルドだった。どんな時も民間人の安全を第一に行動するという組織理念。その理念の下で働いていれば答えが見つかる気がした。だけど結局は戦いから逃れることができなかった。人が人である以上どこまでも闘争はつきまとう。なら、その戦いを通してどう争いを収めるか、その現実を見据えた上で理想を歌う。それが先生の言葉だったな。ええ。そしてその私は現実から目をそらしたことになるわ。おいおい、だからといってそうじゃないことはお前だって分かってるだろ。先生の言う現実は何も戦いだけを指しているわけじゃないんだからな。いいえ、それとこれとは別問題なの。この数年間私は決して自分の足で歩こうとしなかった。新たな活人の道、それを探すと言い訳しながら私は放棄していたのよ。ギルドの居心地の良さに甘えながらね。その意味で私は父の弟子の中では一番の落ちこぼれかもしれないわね。そのあり方の是非はともかく、あなたにしてもバルターにしても己の道を選び、父の説いた活人剣に正面から向かい合って自分の答えを出した。そしてそれぞれのやり方でこの世界という現実と向き合っている。結局私だけが歩いていなかった。いや、お前はちゃんと歩いてたさ。いや、お前はちゃんと歩いてたさ。え？ただそれは他人のための道だったというだけだ。ギルドにいたお前は他人が進む道を踏みならすためにひたすらに歩いた。そしてそれはまさに活人の道だったと思うぞ。それで慰めているつもり？悪かったな、口下手で。とにかく俺が言いたいのはだな、お前はあまりにも強すぎて、あまりにも生真面目すぎるんだ。そしてその強さと真面目さがお前自身を縛っているように見える。
だからキリカ、少し肩の力を抜けよ。少し、ほんの少しでいい。そうすりゃお前ならいろいろと見えてくるはずだぜ。ねえジン。あ、なんだ。私が国に戻ったら嬉しい？なんだいきなり。いいから答えて。あ、どちらかと言われれば嬉しいに決まってるだろ。それがどうした？いえ、大統領の誘い受けることにするわ。お、おい、それ一体どういう。勘違いしないで。ただ旅を終わらせるきっかけが欲しかっただけよ。それと自分の力をより活かせる場所をね。久々にぐっす。お二人とも楽しんでもらえたかしら？ええ、そりゃもう。おかげで英気を養えました。少なくとも新しい環境に挑戦してみようと思うくらいには。それじゃあ慎んでお受けします。ただし条件が一つ。何？聞かせて。私はあくまでも自分の信念に基づいて組織に身を置くつもりです。もしも組織の運用に少しでも疑問を感じたときは、組織そのもののあり方を容赦なく正していくつもりです。それでもよければ大統領閣下によろしくお伝えください。もちろんよ。遊撃士協会というある意味危ういバランスで成り立っている組織にいた人間。それをスカウトするということは、まさにそういった役割も大統領は期待していると思うわ。どうでしょうか。それと仕事の引き継ぎもあるので、帰国は 2,3 ヶ月後になります。その点もご了承ください。全く問題ないわ。共和国で会えるのを楽しみにしてるわよ。ええ、うん。何か考え事？いや、さっきの話さ、引き継ぎが済むまで 2,3 ヶ月って言っただろう。ええ、そうだけど、それがどうかしたの？カルバードも忙しいだろうが、そこまで緊急の仕事が待っているわけでもなさそうだ。それなら俺もまだしばらくリベールにいようかと思ってな。何を言うかと思ったら、私に付き合う必要はないわ。あなたはとっとと帰りなさい。へえ、まったく冷たいやつだな。いいじゃない。どうせこれからは嫌でも顔を合わせることになるのだから。そうだな、何も焦ることはないか。ジン、何をぼーっとしてるの？お、お前も一人でとっとと行こうとするなよ。
これが第四聖槽への入り口でしょうか。聖槽間を結ぶ転移の魔法陣やな。この先も今までと同じように全然違う場所に繋がってるはずや。また奇妙な魔物が徘徊しているかもしれんな。ふん、中に入るんだったら覚悟を決めた方が良さそう。オリバルト王子、帝国の社交界でご活躍とお聞きしていますけれど。まあ今のところは猫をかぶらせてもらっているよ。優雅で華やかなだけの貴公子というのは肩が凝ってね。いつか檻を見て僕の真の姿を大々的に披露するつもりなのさ。そう、ラブゴスペラーとしての真の姿をね。ラブゴスペラーってあんた。あのゴスペル以上に危険な香りがしますね。お変わりないようで安心しました。この庭園はあの女性の霊に関係、そういえば他の異空間、この庭園はもともとそう思うと。ここは、見覚えのない場所やけど。ほう、なかなかの絶景だ。へえ、まさかこんな場所に出てくるなんてな。ここも王都と同じく影の国の中に再現された場所でしょうか。ああ、その可能性は高いやろ。しかしここリベールのどこになるんよ。いや、僕にも見覚えがありません。クローネ連邦、いや
それにしては空気が。なんや。え、遊撃士協会の紋章。ひょっとしたらリベール以外かもしれません。僕が知る限り、こんなギルドの施設など国内に存在していないはずです。うん、確かに俺も覚えはないな。かといって共和国にもこんな施設はなかったはずだ。なんや、あっちに答えがあるやんか。遊撃士協会ルロックル訓練場、もしかしてここは。確かエステルちゃんが訓練に行ってた場所やないか、アネラスちゃんと一緒に。ええ、レマン自治州にある遊撃士協会の訓練場です。僕も彼女から話を聞いただけで訪れたことはなかったんですが。うん、ここがあのルロックルか。俺も使ったことはないが、ギルドでは割と有名な場所だな。しかし下船な。レマン自治州はリベールからそれなりに離れた場所にある。ええ、リベールからやとエレボニアやカルバードよりも遠い場所にあるのは間違いないです。そんな場所をどうやって、そして何のために再現したのかは分からへんですけど。これが敵の仕掛けならそれなりに意味があるはず。つまり話が早くて助かるわ。今のは。ああ、早速のご歓迎や。現れたか。武装した獣、いや、次なるは獣の道というのはこれ。まあそうみたいやな。数も多いし手強そうや。気合い入れておっぱらで。
一時撤退か。小路映画回る連中やな。ええ、普通の魔獣と違って高い知能を持っていそうです。やはり今までと同じくありえない魔物でしょうか。ああ、レマン自治州の魔獣の生態は知らへんけど、あんなのが普通にいるはずがない。この第四世層もなかなか歯応えがありそうだな。おいでなすったか。よくここまで来ていただけました。この第四聖槽には三つの修練場があるようです。それぞれを制すれば次なる道が開かれるはず。どうか。ですが、どうか気をつけて。影の王の狙いはあなたの。消えてしもたか。力を奪われてるせいか、満足に姿を見せられへんって感じやな。ええ、彼女の方も歯がゆいのかもしれません。ですが、随分貴重な手がかりを託してくれました。ああ、うん、右上にあるのが今いる場所みたいだな。すぐ左の方にあるのがバルスタール水道。多分これが彼女の言ってた修練場ってやつかもしれん。だが彼女は確か修練場が3つあると言っていた。残りの2つはどこにある？多分自然に途切れている道の先にあるのかもしれません。ただどうやらこれもルールにのっとっているみたいです。現時点でそちらに行っても何もないかもしれません。空間を組み替えられる以上仕方ない。まずはこのバルスタール水道に行ってみよう。
やたらと暗い階段やな。ま、地下にある水路やから仕方ないのかもしれへんけど、どうやら昔の遺跡を改築した訓練場だったみたいですね。それにしても先ほどから妙に気温が高いな。普通地下水道といえば地上よりも涼しいはずだが。言われてみれば、それにさっきからまるで地鳴りみたいな音が響いてるんやけど。そろそろ階段も終わりそうですね。これは、やれやれ、こいつは熱いはずだ。どう考えても普通の状態やなさそうや。これも敵の仕掛けってわけか。ええ、そう考えるのが自然でしょう。慎重に進む必要がありそうですね。Take!
ンダールの剣。しまいにしろか。
しまいにしろか。しまいにしようか。そこや。
戦闘集団先に。そら！はっ！うっせい！
もうしまいにしようか。Yeah.
そこや。我が剣に砕けぬものなし。何時白人に思いを託す娘を我が元に引き連れよ。さすれば扉を開か。今助けたる。そら。
いにしようか。
魂の気配が全然感じられない。だとすれば遠慮は必要なさそうですね。全力で行きましょう。閉じ込められてるかは言うまでもなさそうや。一旦拠点に戻るとしようか。眠っている？むにゃむにゃ。かわいいことは正義。かわいいものには服がある。
可愛さまって好きさ先輩昔の人はすごいな。どんな格言やね。幸せそうですねこのまま起こすのはかわいそうな気がしますけどならば仕方ない。ここは僕が添い寝をすることでさらなる桃源郷に彼女をいざなって。そんなに寝たいなら当て身で気絶させてやろうか。ごめんなさい、口が滑りました相変わらずだな。起きたようだな。お久しぶりです、アネラさん。そんないい夢見てたみたいや。ティータちゃんとヨシュア君とお姫様は当然として、ユリアさんやそこの女の子もいいかも。え、アネラスさん。あ、でもジンさんもクマさんみたいで意外と。ケビンさんのツンツン頭もウニみたいで可愛いし新作ぬいぐるみ大量ゲット。等身大のぬいぐるみと勘違いしてるみたいですね。どんな寝ぼけ方やね。残念だな。せっかく新しい子たちが仲間になったと思ったのに。アネラスさん、一通り事情を説明して最初の一言がそれかいな分かってますって。あんまり実感はないけど、みんなが真剣なのは分かりました。何よりもティータちゃんの可愛さが現実であることを証明してますから。納得してもらえて何よりや。それでどうする？アネラスちゃんも協力してくれるか？ええ、もちろんです。こんな異常事態遊撃士として見過ごせませんよ。それに聞けばルロックルの訓練場がおかしなことになっているとか、もしかしたら他の遊撃士の人も同じ目に遭ってるかもしれません。なるほど、あり得るな。他の遊撃士の人たちって？うん、いろいろと考えられるだろうね。いずれにしてもまだ最初の修練場や。新しい場所に行けるようになったみたいやし、準備をしたら行ってみるとしよう。ええ面白くなってきたじゃないか。純白の輝きを秘めし娘、学徒たる証をた。
汝、純白の輝きを秘めし娘。ここに記憶のかけらと祝福を与え、噂の編入生ね。たか、いや、はやぶさか。あの時、もう誰にも頼らないと誓った。縛られて生きるのが嫌で、流されて生きるのが嫌で、私は自分の足で歩いていく。胸に秘めた静かな決意、それが単なる言い訳に過ぎないことも心のどこかで気づいていた。はいはい、みんな、こっち注目。こちらは編入生のクローゼリンツさんです。コースは社会科ね。じゃあクローゼさん、ご挨拶してください。はい。1年に編入となったクローゼリンツです。この素晴らしい学園での生活を長い間楽しみにしておりました。皆さんの一員となれて、とても私はとんだ未熟者で、皆さんにご迷惑をおかけしてしまうかもしれませんが、精一杯頑張りますので、どうかよろしくお願いします。突然の編入生か。いいところの子かな。ちょっと硬い感じもするけど。1年の5月に編入ね。ちょっと訳ありっぽいよな。あ、質問いいですか。クローゼさん出身は？リベールの人？はい、グランセル地方の出身です。ご趣味などはお持ちですか？特にありません。本当ですか？つまんないな。でもやっぱり特に趣味とか、強いて言えばお菓子作りでしょうか。でも人に言えるほどのものじゃないし。編入試験ってすごく難しいんだろ。よく受かったよな。あの入試より難しいのか。ありえねえ。優秀なんだな。
はい、みんな。質問は授業が終わってからにして。クローゼさん、適当な席に座ってね。あ、はい。じゃあ授業始めるわよ。教科書の23ページを開いて。もう謎の編入なんだか気になるわね。やっと終わったよ。今日も有意義な一日だったな。モニカ、練習始めるよ。あ、はい。あらら、みんなもう帰っちゃったの？このプリント配ろうと思ってたのに。しますけれど、でも、そうね。じゃあ頼んじゃおうかしら。あ、はい。悪いけど、このプリントを社会科のみんなに配っておいてほしいの。結構大切なプリントだから、配り忘れがない。はい、わかりました。急がないと職員会議が始まっちゃう。このプリントって社会科コースの年間単位表。これはきちんと配らないと。とりあえずまだ教室に残っている人たちに、あとはクラブ活動に向かった人と寮に帰ってしまった人ですね。よし。まあ。ええ、何しろ国土が広大ですからね。それに合わせた交通手段が。クロ、どうかしましたか？はい、ミオラ先生からプリント預かっていまして。まあ、社会科コースの単位表でご親切に。いえ、とんでも。こちらこそ。お話、私はこれで失礼させていただきます。あ、はい。クローゼさんって礼儀正しい方。ええ、そうですね。あそこまで丁寧に言われると少し緊張してしまいますよ。
遅いぞ。ごめんなさい、間違えま…いや、間違えたのはこっち…あ、そうです、ごめんなさい。だから、間違えたのはこっちだって。はい、二人ともストップ。ごめんな、クローゼさん、うちの部長気が利かなくてさ。で、なんか用事？あ、確かクララ先輩は、でもやっぱり今はお邪魔でしょうか。ミーティングの後にもう一度来てみようかな。あ、わかった、クラブ見学だ。よし、新入部員ゲットね。クララ先輩、短絡的すぎっす。なあ、この人のことは気にしないで。でさ、用事があんなら早…あ、ではこれを。なんだ、単位表じゃん。もったいぶるから期待してたのに、がっかり。すみません、ではこれでおいとまさせていただき…あ、なんか変わった子ね。1年の編入生っすよ。ほら、噂になってる。あの子が。ついでだから見学していけばいいのにさ。探しても見つからないなんてな。ルーシー先輩、もう俺も限界っすよ。おい、そこだれるんじゃない。ハンス、あんた実はサボってたんじゃないでしょうね。いや、マジで真剣に探したって。目撃情報は山ほどあるのに、どうして見つからないんだ。中に捕獲するのは難しそうね。レオ君、どうしましょう。仕方がない。生徒会の仕事は俺とルーシーで進めておく。だが最終決戦には奴が必要だ。お前たちは早急に探し出せ。配って回ってるのか。うん、俺なら断っちまうけどな。クローゼ、なんだったら私たちも手伝おっか。ちょうどこれからあちこち回る用事があるし。いえ、これは私の仕事ですから。ジルさん、ハンス君、それでは失礼します。編入生クローゼリンツ、
蝶がつく天才だって有名だよな。いいじゃないか、毎日勉強教えてもらえるぞ。でもさ、なんて言ったらいいか、上品だしすごく礼儀正しいんだけど、どこかよそよそしいのよね。まあちょっと肩肘張ってる感はあるよな。でも同室なら会話くらいあるだろ。いや、私とも挨拶くらいしかしないのよね。もうちょっと普通におしゃべりとかできたらいいんだけどな。生徒会長を見かけ、あら、もしかして、はい、その生徒会室は初めてかしら。そんなに緊張することはないわ。私は副会長のルーシー・セイランドよ。そちらが初期兼会計のレオ君。はじめまして。あなたのことを歓迎しますね。綺麗な人ですね。私、クローゼ・リンチです。よろしくお願いします。こちらこそよろしく、クローゼさん。これからの学園生活、いろいろあると思うけれど、頑張ってね。あなたなら大丈夫と信じているわ。はい。どなたか着替え中のよ。後でまた来ましょう。君はクローゼ・リンツ君、僕に何用かな。いえ、先生からプリントを預かってまして。これは年間の単位表。1年の間は共通授業の比重が大きいのか。体育で5単位。ありえ。邪魔をしてはいけません。ではこれで。このプリントによれば定期試験は6週間後のようだ。君もみっちり勉強しておきたまえ。油断していて足を滑らせた。いただきます。
私たちもついでだし。クローゼ君、もう学園生活には慣れたかな。学園長、突然の編入を認めていただいてありがとうございました。今回の件、クローゼ君、君は正式な編入試験を受け、それだけのことだ。いらぬ気を回すことはない。生徒はいないみたいです。外に出る必要はありませんね。僕たちはどうして、もう春が来たよ。なのに僕の心はまだ冬ごもり。はあ、
どうしてこう何もかもがうまくいかないのかな。すみません。あれ、君って確か1年の編入生だよね。はあ、いいよな。これミオラ先生からお渡しするように言われまして。僕さ、また留年しちゃったんだよね。え？もう一度3年生をやるなんて、はあ、最悪だよ。僕も1年生の頃は希望で満ち溢れていたのに。なんて慰めたらいいんでしょうか。もついでだし。
の。あ、あったあった。あ、編入生のクローゼさんだっけ。何か用事？はい、ビオラ先生からプリントを預かっていまして。あー、単位表か。授業がこんなにある。2年生にもなるときついな。でもこれって別に急ぐ話じゃないよね。そうなんですか。ビオラ先生って去年も私忘れてたよ。確かずいぶん後になってもらったんだ。先生美人だけどちょっと抜けてるとこがあるから、クローゼさんも気をつけなよ。ちょっと頑張り屋さんすぎるからいいように使われちゃうよ。あ、モニカ、もうミーティングが始めらんないじゃん。あ、はーい、今行きます。じゃあね、クローゼさん、プリントありがとう。はい。でも私はしっかりやらないと。私はただ何かに必死にしがみついていたかっただけなのかもしれない。誰にも頼らない私の触れ得るものは少なく、何も見えない私が受け入れるものはなかった。だからこそ私は自分はやらなければならないのだと念じ続けた。取り残されないように、置き去りにされないように、私が私を見失わないように。あ、あれ、私のプリントがない。連れてきたのかな。きっとそうだ。取りに戻らないと。来たんだけど、ああ、あの天才とかいう、それがさ、でね、早く帰って授業の復習をしないと。習得単位の確認もしないといけませんよね。流星君。生徒会長の。
レクターだ。おお、今日は夕焼けが綺麗だな。この学園の感想は？はい、とても良いところですね。設備も充実していますし、学業に励むための素晴らしい環境だと思います。なるほど、そうきたか。学園生活の方はどうかと思ってね。見たところあまり楽しんではいないようだが。そのまだ慣れてなくてうまくいかないこともありますけど、でも私頑張りますから。はあ、そんなことをするためにここに来たの？お前って真面目だな。たまには手抜いたりしないわけ？俺ってさ、一応生徒会長なんだよな。どう？生徒会割と楽よ。俺たちと一緒に青春の汗を流さないか？あれ、外したか？長なんですから偉い人なんですよね。でもなんだろう、むしろその全く信用できない感じが。ああ、そういやミリアが授業に出ろってうるさかったな。今度はどうやってごまかすかな。ミリアがカンカンに怒りそうなやつ。なんだかやっぱり信用できない。私もう寮に戻らないと。このアングルで立つと、見える。失礼します。そっちは男子寮。やれやれ、世話が焼けるやつだな。生徒会、学園の生徒たちによる自主的な運営組織。学園の風紀秩序や生徒の諸活動について取りまとめ、自主的な権限と責任を持つ。そして生徒会の最重要任務は創作である。ここにもいない。く
そー、あの告白生徒会長め、今度は絶対裏を書いて生徒会室に戻ってると思った。レクターさん、毎回逃げ方が巧妙になってるよな。校舎は探したし、寮も一通り回ったし、あとは中庭の茂みくらいか。バカにしやがって。行くわよハンス、何としてもとっ捕まえて溜まってる仕事をさせるのよ。おう。あれ、クローゼ、こんなとこで何してるの？ジルさんとハンス、はい、少し空き時間なので。それって授業の予習か？うわすごいわね。さすが超難関の編入試験を突破しただけのことはあるわ。別にそういう意味では。あ、そうだねえクローゼ、レクター先輩見なかった？レクター先輩って、もしかしてあの人に何かされたとか？いえ、大したことではないので。またうちの生徒会長がご迷惑をおかけしまして。本当になんとお詫びしてよいのやら。以後このようなことがなきよう徹底いたしますので。どうかこの件に関しましてはご容赦のほど。私そういうつもりじゃ、その本当に大したことではないんです。え？はい、ほんの少しからかわれた程度です。はあ、びっくりした。今一瞬目の前が暗くなっちゃったわ。まったくだ、脊髄反射で謝っちまったぜ。はあ、レクター先輩ってそんなに問題を起こす人なんですか？うん？ああ、問題を起こすっていうか、あの性格がすでに問題なのよ。この数週間だけでも逃亡すること数知れず、おまけに方々に迷惑かけて回ってるの。あちこちから来る苦情の対応だけでも大変で大変で。可及的速やかに拘束すべしが生徒会の基本方針なんだ。もはや生徒会じゃない気もするけどな。そうなんですか。クローゼ、どうかしたの？いえ、なんでもないんです。あ、そういえば、レクター先輩なら先ほどクラブハウスの屋根の上で寝てらしたみたいで。え？屋根の上か。そいつは気づかなかったぜ。クローゼ、よく見つけたな。オンに切るぜ。チークが見つけたんですけど。ハンス、今度こそあれを捕らえるわよ。おうよ。ありがとねクローゼ、助かっちゃったわ。じゃあまたな。あ、はい。レクター先輩、やっぱりいい加減な人みたい。私に尋ねましたよね。
君はそんなことをするためにここに来たの？逃げたんだ。でーい、どこに行きやがった。あ、クローゼだ。そうだ、クローゼに聞いてみよっか。ん、ああ、いいかもしれないな。さっきもレクター先輩の居場所を見破ったくらいだし、頭脳明晰なクローゼなら戦力になるんじゃないか。よし、ちょっと行ってみましょう。クローゼ。ジルさん、ハンス君、もしかして屋根の上にはいませんでした？いや、見つかったは見つかったんだけど、一瞬目を離した隙に逃げられたのよ。おかしいよな。あんな屋根の上で逃げ場なんてどこにもなかったはずなんだが。屋根の上で、で、それでそのクローゼ、奴の居場所に心当たりとか。どんな些細なことでもいいんだ。頼む、思い出したら教えてくれ。はあ、本当にお困りみたいですね。じゃあ、クローゼ、居場所を知ってるの？私じゃなくって、ちょっとジークに聞いてみますね。ジーク、うわぁ、白いハヤブサ、クローゼのペットなのか？いえ、ジークは友人のようなものです。レクター先輩見なかった？ほら、さっき屋根の上で寝ていただらしのない人。え？見失っちゃったの？いいよジーク、気にしないで。ごめんね、ありがとう。できないなんて、よほど素早い人ですね。いや、それよりもハヤブサと話せる方が驚きだ。まったくよね。クローゼって本当に謎の編入生だわ。え？ああ、別に悪い意味じゃなくって、ただすごいなと思って。ああ、確かに特殊能力だぜ。でも肝心のレクター先輩が見つからないんじゃな。そうですね、ジークに見えないのなら屋内にいるんじゃないでしょうか。おそらくこの時間帯に人気のない場所。なるほど、それならだいぶ絞り込めるわね。まず空っぽの教室に、寮や行動、あとは、それでも結構広いぞ。私も手伝いましょうか？え、クローゼ、何か用事があるんじゃ。いえ、クラブ見学をしようかと思っていただけなので。クローゼに頼むのは少し悪い気もするが、手伝ってくれるなら大助かりだぜ。むしろこっちから頼み込みたいくらいよ。クローゼ、本当にいいの？はい、やった。それじゃあ3人で探しに行くとしましょう。今度こそあの首に縄をつけてやるわ。
すみませんデボラさん、うちの会、ほう、それで生徒会に？あんたが生徒会に入る仕事を。またバカやってるよ。何か用か？まだ捕まらないんですよ、レクター。もう3日も捜索してますけど。あれはそう簡単に見つかるものではない。しかし必ず学園内に潜伏している。捕らえろ。あ、はい。君だね。先ほどまでそこのソファーで寝ていたようだが。ソファーで寝てた？レクター先、学園長も恐れぬ横暴ぶり。もはや私たちの手でケリをつけるほかないわね。学園長、ご迷惑をおかけしてしまい、もしあれは後でみっちり絞り上げときますんで。気にしなくていい。彼はここが気に入っているようだからね。
会長、あまり迷惑をかけないでください。あの、その本は？猫語日常会話辞典。にゃーご、にゃー、うにゃー。一日中そんなことをやってたんですか？懸命に生きる私は目をつむって、大きくて空っぽな世界を走り続けていた。それが何をなすわけでもなく、私は大空を飛べるわけでもない。ただ立ち止まった時、その小さな箱庭は呆れるほどに広かった。そうだ、私は何のためにここへ来たのだろう。公式で、あれ、うまくいかないぞ。ああ、定期試験の季節か。学生は大変だな。先輩も一応学生ですよね。試験勉強とかしないんですか？試験ね、試験、試験。やる気なさそう。あ、こんなところにいた。ルーシー先輩。ほらレクター、勉強するわよ。待てルーシー、俺はだな。先輩、そんなお姿も素敵です。意外か、勉強せねば。さすが
神天下の王立学園、あたしゃもうくったくたよ。あ、クローゼ、どうだった試験の出来は。今の笑みはなんだ、ま、余裕こいちゃってもお前たち通行の邪魔だ、ここにたまるな。あ、レオス、すみません。ああ、本日から生徒会活動を再開する。ジルとハンスは2時から生徒会室でミーティングだ。遅れるなよ。はい。そうだな、クローゼ君は好きにしたまえ。クローゼにも来てほしいってことかしら。ネクターさんを捕獲するのにクローゼは必要不可欠な人材だからな。レオ先輩もクローゼのことを認めてるんじゃないか。ちょっと大げさな気もしますけど、でも私も行ってみようかな。なんで？いや、それほど楽しくはない。ま、クローゼが来てくれると大いに助かるわ。もちろん大歓迎よ。そんじゃ昼飯の後は3人で生徒会室に行くか。はい。ちわー、はっ、珍しくレクター先輩がいる。珍しいとはなんだ、珍しいとは。俺はいつもここでだべってるだろうが。仕事をしてないことは否定し、ルーシー先輩、お久しぶりです。ハンス君、元気そうね。試験の方はうまくいきそう？そんなの俺に聞かないでくださいよ。ダメだったわけね。お前たちさっさと席につけ。全員揃ったようだな。それでは今日の議題だが、まずはみんなの将来の夢を聞こうと思ってな。そこの3名、1人ずつ将来の夢を語れ。レオ君、続きを。まずは今年度の生徒会活動を一通り説明しておく。それから具体的な活動内容と年次予算の割り振りを詰めていく予定だが、まずはジル、お前からだ。お前が今感じている乙女のハートフルな思いを簡潔に表現してみせろ。打倒生徒会長です。見ての通り、これは戦力外だ。何も期待しないように。それでは今年の活動内容だが、例年通りならば来月から。はあ、疲れた。レクターさんを探すのも疲れるが、出席してるのも疲れるんだよな。唯一の救いはルーシー先輩に会えたことだぜ。試験期間中は
会えなかったからな。おいおい、今朝も必勝祈願とか言って会ってなかった？私もお見かけしましたよ。おお、お前ら暇そうだな。先輩よりは忙しいです。これから各クラブの部長さんを回って予算案を作成しなきゃいけないんで。そうか、ならクローゼだな。市長に提出しなきゃならんらしくてな。レオがうるさいのだ。クローゼ、行ってこい。それ本当はレクター先輩の仕事なのでは？いや、そんなわけ。クローゼ、お前頭に羽ついてんぞ。え？ジークのやつだな。そういや、あいつそろそろ羽が生え変わる時期とか言ってたしな。いつからついてたんだろう。もしかして試験中も？恥ずかしい。ジークのこと知ってるんですか？それに言ってたって。ああ、その封筒よろしく。本当に得体の知れない人ですね。クローゼ、まんまと仕事押し付けられてるわよ。それに言いにくいんだがな、別に羽毛なんてついてなかったぞ。あ、またからかわれました。ほらクローゼ、すぐに追いかけて突き返さないと。そんな仕事クローゼがやることないわよ。いや、今から追いかけて捕まるかどうか。そうだな、このタイムラグなら早くて5時間ってところか。もう私が行ってきます。その方が早そうですし、ルーアンの市長さんに届ければいいんですよね。クローゼには私たちを手伝ってもらうつもりだったのに。ごめんなさいジルさん。うんや、いいっていいって。それよりクローゼ、道わかる？あ、知ってます。以前お伺いしたことがあるので。あれ、まあクローゼなら大丈夫だろう。でも魔獣には気をつけてくれよ。はい、じゃあここでお別れね。また後で。早めに。はい。事情を説明してみましょう。おや、クローゼ君。すみません学園長、少し用事ができてしまいまして。Thank you.
外出許可をいただけないでしょうか。なるほど、もちろん構わないとも。ありがとうございます。うん、君もこちらの生活にだいぶ慣れて話は聞いているよ最近生徒会のお手伝いをさせていただいている。それでそのちょっと走り回る用事がありまして。そうか。では私これで失礼しますね。ああ、道中気をつけてな。はい。うん、これも彼のおかげかもしれんな。初めてですね。前に来た時は百日千駅の時だったかな。あ、そうだった。この時間帯は東地朝廷に行くには少し待たないと。まあ別にいいですよね。急ぎの用事でもないみたいですし。華やかな街だったんですね。あのお店ってレクター先輩、もしかして。ところで学園の生徒は掛け事禁止ですよ。ああ知ってるとも。何せ俺は生徒会長だからな。あ、来た来た。本当に生徒会長なのかしら。今度学園長に確認しておかないと。私は先に用事を済ませてきますから、ここでおとなしくしていてくださいね。うん、もうちょいだな。何がですか？本当に。ジニス王立学園の生徒会の要件でダルモア市長にお会いできますでしょうか。ああ、市長、申し訳ありません。ただいま市長は不在でして、お急ぎのご用件でなければ本日のところは。いや、要件なら僕が聞こう。僕は市長の代理を任されている秘書のギルバートだ。君は王立学園の生徒だね。生徒会からの提出書類なのですが。ああ、本年度の生徒名簿だね。ジェニス王立学園は基本的に全寮制だからね。毎年生徒が出入りする住民登録を簡略化するために
学園単位で提出しているのさ。ま、そうだったんですか。何を隠そう、この僕も王立学園の出身だ。これでも生徒会の一員として励んだこともあるんだよ。うん、あの学園の生徒会はとてもいいところだった。誇り高く純粋で何よりも理念があった。あ、そうだったんですか。もう見る影もありませんが。あの時の経験は市長秘書となった今も確実に役立っている。君も生徒会の一員として頑張ってくれたまえ。私これで失礼しますね。ああ、困ったことがあればいつでも訪ねてくるといい。僕なら力になれると思うよ。ありがとうございます。レクター先輩、おとなしくしてるでしょうか。すみません、ここに座っていた学生のことなんですけど、どこに行ったかご存じないで。ええ、レクター様でございますね。レクター様、先ほど女性の方がお迎えに参られまして。そうそう、一発殴られてらっしゃいました。ルーシー先輩だ。あの学園の生徒、いえ生徒会長がご迷惑をおかけしてしまって本当に申し訳ありませんでした。いえいえ、レクター様にはいつもお世話になっておりますから。ああそうです、先ほど中断なされたゲームですが、コインの方はいつものようにプールしておきますので、レクター様にもそのようにお伝えください。ああ、疲れました。レクター先輩、カジノまで手を出、もうどうやって更生させたらいいのか。私や孤児院、私の大切な場所。でもここに来てはいけない。弱い私はきっと何もかも頼り切ってしまう。本当は一番に駆けつけたかった。
私は自分の足で歩いていこうってそう決めたから。ね、姉ちゃん？どうしちゃったのさ。先生紹介するぜ。うん、私も少しは強くクラスや学園生活にも慣れたし、剣の稽古を再開したり、レクター先輩を追いかけて、今の私なら大丈夫かもしれない。今なら胸を張ってこの大切な場所に帰ってこられる。ね、姉ちゃん具合クラムくん、あほらグズグズしてっておいて。あらクラム、どこ、もうみんなはと、あらもしかして、まあ大きくなって、テレサ先生あの、あらあら泣き顔は変わってないのですね。しまって、私嬉しくてついクローゼおかえりなさい。はいあらあら本当に変わりませんね。クラムもおかえりなさい。でも勝手に抜け出してはダメよ。ちょっと探し物してただけだって。あのテレサ先生、ジョセフおじさんはどちらに。あ、そう、黒主人はもう4年になるかしら。ルーアンに買い出しに行った時に事故に巻き込まれてしまった。ごめんなさい。どうして謝るの。私何も知らなくて、つまらない意地ばかり張ってこきちゃいけないなんて勝手に思い込んで、もっと早く来ていれば。私が世話をしている子供たちです。ほら、みんな挨拶をして。はーい。マリーです。お？ほえ？こんにちは。こら、ポーリー。ほえー、じゃないだろ。クローゼ、マーシア孤児院はここにあるのですよ。ちょうど時間もいいようですし、お茶にしましょうか。クローゼ、手伝ってくださる？はい。その日以来、暇を見つけては孤児院に顔を出すのが私の日課になった。やはり私は変わっていなかったのかもしれない。弱いままの私で暖かい空間に憧れを抱いて、懐かしい先生と愛しい子供たちのぬくもりに包まれて、私はここで心ゆくまで笑い声と共にあった。
幼き日のぬくもり、両親を知らない私の唯一の思い出。そんな記憶とともに孤児院は変わらずにここにあったから、私は安心して私自身を騙し続けることができた。そう、私の心はそれほど綺麗なものではない。時間までいつもどこへ行っ、ごめんなさい、また門限を破ってしまいましたね。なあ、そっちは大丈夫、先生にはうまくごまかしといたから。でもこう何度も続くといずれ、はい、これからはもう少し早く帰るようにします。でないとテレサ先生にも怒られてしまいますよね。で、いつもどこへ行ってるの？もしかして男か？違いますよ、ちょっと知り合いの家に。ほう、知り合い、知り合いね。それは一体どういう知り合いなのかしら。マーシア孤児院というところです。以前お世話になったことがあって。え？そういえばマノリア村へ行く途中、なんだ孤児院か、残念。でもクローゼらしいか。えうんうん、かわいそうな子供たちの世話をするなんて献身だね。よっ、この優等生。かわいそうじゃありません。あの子たちはかわいそうなんかじゃありません。それに私は献身しているわけでもない。失礼します。あ、びっくりした。じゃないのに。